の方から説明させていただきます、はい、こちらについては可燃装ロケットシステムといって、通称 MLRS というものになります、うん、で、日本には99も、配備をされました。で、意外と知らないんですけども、ここの会社が手掛けています。日産、はい、日産自動車なんです。へえ。で、あそこからこう束を出していく感じになります。こっちですよね、はい。10月の末に来たんですけども、すごっ。で、もういつ来るか分かんないですけど、その横に法則弾薬車っていうものが入ります。ちょっと時期はいつになるかわかんないんですけども、法則弾薬車、はい、要はこの弾を運ぶものです。あ、はい、あ、これあれですか、なんか撃った時の反動を抑えるとかあるんですか、これ。あ、そうですね、あるとは思います。こんなのあったんですね。失礼します。普通に上がっていいですか。はい、大丈夫です。で、ここか。失礼します。で、ほう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 。あ、これ、まず確かに手榴弾の箱がありますね。通常これサンダーボルトって言います。あ、サンダーボルト。はい。米軍が使ってたりするんですか。これは日本でも、はい。あ、なんか英語書いてますね、なんか。双眼鏡。弾はあれですか、自動装填みたいな。自動装填でもそうですね、これだったらですよね、どっかここが、ここから多分入れるんだけど、はい、で、そういうあれ、車みたいなのが、トラックみたいな、そうです、そうです、はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。